何があるんだか。俺抜けたんだよな。ロッキーセブンも？うん。まあそんなとこも全然変わってない。当たり前も形なんて飾りも。飾り？人間もウロボロスも変わんないもん。抜く前からメビウスの力効かなかったもん。ああ、うん。ラッキーはただのきっかけも。本当に大事なのは抜く者の思い。分かってるなら聞くなもん。リクって何者？見たまんま普通のノポンに決まってるもん。普通のノポンがこんなもの持ってる？だから師匠から預かっただけもん。本当に？嘘ついたとこでリクには何の得にもならないもん。何がおかしいもん？いや、いいよ、そういうことで。もう引っかかる物言いもん。でも、分かった気がする。ん？俺たちがこれから先も大事にするものがさ。リク、ありがとな。素晴らしい。一切の迷いなきその立ち筋、動き、さすがです。特にあなた、あなたを目覚めさせて本当に良かった。みやび、私の可愛いしもべ、あなたの奏でる調べで導いてください。幼き無垢なる者たちよ。このまま進むとアイティア地方だ。そこから天空の砦を目指そう。アイオニオ一周の旅になっちまったな。
こんな障害もクリアできないのか、雅。基礎を怠るからそうなる。コロニー外周を20周、今すぐ行ってこい。送り人ですか？ああそうだ。なぜ？訓練の成績だって誰よりも良かったはずです。決定事項だ。でも入れ。みやび、今後コロニーシータの送り人はお前たち二人にやってもらう。軍務長、もう一度言うが、これは決定事項だ。楽譜覚えた？もう吹ける？大体は。すごい、ミオのパートの方が難しいのに。私なんて12小節目のとこがうまくできなくて。そういう話いいから。明日のユニゾンちゃんとやってくれればいいから。そうだよね、ごめん。明日までに苦手なとこを練習しとくね。行こうか、ミオ。こっちを先に進めておかない？コロニー9からいつも見上げてたんだけど。なずき。なに、楽器の手入れ？うん、明日も戦闘だから。もったいないよね、あんだけ機敏に動けるのに。どんくさいみやびと一緒に送り人なんて。軍務長も何考えてんだか。あはは。まあ、あんたは気楽に構えときなよ。後方にいる分死なずに済むんだからさ。なずき、明日のブリーフィングみんな待ってるよ。あ、わかった。じゃあね。
なんとか今日も生き残れたな。さあ帰ろうぜ。ポイントかなり溜まったんじゃねえかな。さて来週だっけ。命を集めてくるのに、私たちは楽器を奏でるだけ。全然コロニーにみんなに貢献できてない。当たり前だよ。私たちが貢献できるのは死んでからなんだから。死んでからってそれ意味あるの？どんなに一生懸命奏でても誰も見てないってのに。そうかな。そうだよ。ミオは誰かに見てもらいたくてここにいるの？誰かに褒めてもらいたくて送り人しているの？それは任務。私ね、どんくさくてよかったって思ってる。怖いだけでしょ。戦うの怖いよ。この手が人の命を奪っていくのが怖い。みんなよくこんな怖いことできるなって思う。当たり前でしょ。私たちは戦うために生きている。違うよ。生きるために戦うしかないからだよ。ミオはケベスの人の粒子に触れたことある？私たちと同じだった。あの人たちも私たちと同じ思いで生きている。悲しい運命。でも私たちは生きなきゃならない。変えられないならせめて。送り人の役目。無駄なものなんてない。その声を感じ取れる限り。声。ミオ！ミヤビー！ありがとう！
実際に目にするのとでは違うな。こっちが西ルートだよな。コロニーオメガがあるな。
はあ、寒くてぶっ倒れそうだ。少し休んでいこうか。そうだな。高所の寒さを甘く見てはいけない。確かにこの辺りで休息は必要だ。あの辺りなら休めると思う。ああ、悪くなさそうだ。行ってみよう。このくらいなら、まあ、ユーニって寒がり？なるほどね。何を買おうか。体力を回復させよう。休めるときに休んでおこう。ミオ、コロニーオメガについて教えてくれないか。インタリンクで見るあの光景、あれの本当の意味を。うん、わかった。セナ、大丈夫？いいよね？うん、私は大丈夫だから、話してあげて。5年前、コロニーシータの兵士だった私たち3人は、突然、理由も知らされないまま、コロニーオメガへと配属された。戦いはなかった。日々、得体の知れない検査が行われるだけだったの。そしてあの事故が起きた。これを、私の全部をあげる。だから私の分まで生きて。みやび、ありがとう。私、何もできなかった。
何の役にも立てなかった。セナ、ミヤビってすごいね。送り人としてすべきこと全部これを通して私に残してくれた。本当すごい。私ね、見つけようと思う。私が残すもの、誰かに届けるもの、みやびにもらった私の残りの時間、全部を使って。悔やんだって過ぎ去った過去は変えられない。でも今の自分は変わることができる。今の私だったら、あの時みやびたちを救えたかもしれない。そういうのってない？あるさ。俺たちだって、もし今の俺たちだったらって思うこと。私ね、その気持ちを持って望みたい。これはその機会。ミオ、オメガとはどういったコロニーなんだ？僕はその存在を知らない。ああ、俺たちも聞いたことねえな。確かアグヌスのコロニーって23期、プシーまでだったよね。詳しいね。そりゃどっかのランツと違って教練はしっかり受けてたからな。んだよ、どっかのランツって。コロニーオメガはどこにも属さないコロニー。戦闘は行わない。名前こそアグヌスのものを使っているけれど、実態は誰も知らない。オメガを管理していたのはメビウスの Y はオメガで何らかの実験をしていたの。私たち兵士を使って。何をしていたのかは M にも教えられていなかった。私が覚えているのはあの紫色の命の日時計だけ。戦わない頃にそんなもんがあったのか。 Y は再興した、あのコロニーオメガを。M の記憶か。セナは何か知らないか？私もよくは知らない。配属されてすぐあの事故が起こったから。そうか。オメガの存在も実験も Y の独断。 Y とはそういうメビウスなの。どうした？ミオちゃん、似てない？あの命の日時計の色、エセルやカムナビの鉄巨神のと。あ、違うかな。ううん、そんなことない。セーナ、さすがだよ。全然気がつかなかった。本当？エセルとカムナビは命を奪われた。あの事故の時、コロニーのみんなも。おそらく Y は私たち兵士の命に関わる実験をしていたんだと思う。そのオメガがまた。ミヤビちゃんもそこにいるんだね。ええ、だから行かなくちゃ。これ以上私たちの命を好きにさせるわけにはいかない。だよね。わかった。私も行くよ。みんなでだろな。ああ、当然だな。行こう。
ミオ、コロニーオメガに。ありがとう、みんな。今度こそ救ってみせる。良い輝きでしょう。我々メビウスは長きにわたってこの世界と共に存在してきました。しかし長すぎるがゆえ、多くはその存在の意味を失い、世界と共にゆっくりと疲弊している。命の輝きが必要なのです。今以上の輝きがこの世界を救うために。今のコロニーオメガはこの近くにあるんだよね。ええ、もう少し進めば見えてくるはず。なんだか珍しいのがいるね。嘘、本当にコロニーオメガだ。ミヤビ、ここってどんなところなんだろう。みんな応戦の準備を。混成部隊？ありえないだろ、こんなの。あるもないも目の前の出来事が全てだ。対応するしかない。案外余裕がないのかもな。ミオの言った通り、オメガで何らかの実験が行われていたのなら、彼らはその結果の一つということか。ケベスとアグヌス、どっちも利用しなきゃならない実験って。わからないわ。でもその答えはこの先にある。命の日時計を目指そう。そこにきっと見つかったみたい。どうする？ショックウェーブ！セナの力、もっと見せてくれ。見つかったみたい。どうする？ありがとう。無双陣、崩れろ。やった。たまには力技も悪くない。やはり待ち伏せていたか。熱い歓迎に応えてやろうぜ。マイティーニング、もっと戦える。やろう、交代して畳み込めるぞ。待って、
んだ。ハクト、再生されたのか。いや、それだったら燃焼兵のはずだろ。ついこの間のムンバじゃん。ムンバ、俺だ、ランツだ、わかるか。やめろ、ムンバ。今度はカムナビか。どうなっている。この旋律は。これが、ワイ。みやびちゃん、私だよ、セナ。助けに来たの。もう戦わなくていいの。だから、私たちと一緒に。無駄ですよ。再生体に記憶も感情もない。あるのは、生きるという闘争本能のみ。本来はゆりかごによる基礎教育を施した上で目覚めさせる。かつてのあなた方のように。そして成人までの10年を戦い抜く。せめえ。この者たちはただ戦うためだけに生きる。同じです、あなた方と。同じなもんか。記憶や感情が今の俺たちをどう生きるかを決めるんだ。それを奪っておいて。幻想です。そもそも記憶や感情とは本能に後付けされた情報に過ぎない。情報だと。ふざけるな。ふざけてなどいません。あなた方はその単なる情報に意味を見出したくてごまかしているだけです。なぜこんなことをする。目的は何だ。メビウスがよりよく生きるために。何。それが Z の望みなのだから。 Z。Z はこの世界の断りなのです。故にその分身である我らは超常の力を行使できる。メビウスが Z の分身。私の能力は命の日時計の創造。もうお分かりでしょう。全ての兵士たちの命は私のこの手の内にある。命の日時計とはこの私そのもの。エセルとカムナビの日時計も私の傑作の一つでした。興奮しませんでしたか、あの命のやりとり。そして気づいたのです。灯火も人もその最後に最も強く輝き、きらめきを放つ。これこそが我らの最高の糧なのだと。そう、私の最高傑作ともいえるのがこの日時計。命が最も輝く最後の一年、刹那を生み出す究極の日時計、至高の日時計なのですよ。だからか、ムンバもカブナビも成人に近い状態で再生されたのは。ワイ、何なんだこいつ、ムカつき加減が半端じゃねえな。
どのメビウスよりも腹が立つ。どうしたのです？殺し合いなさい。本能の赴くまま殺せばよいのです。いくらでも再生して差し上げましょう。私の命の日時計で。こいつ、さあさあ見せてください。あなたたちの命のきらめきよ、今ここに。戦った時は鉄巨神に乗っていたが、その時以上に気迫みたいなものを感じる。まさかこれが闘争本能なのか。みやびちゃん、確かに強いけど、それだけだよ。みやびちゃんの奏でる調べはこんなんじゃない。こんな悲しい調べじゃないもの。セナ、ああ、動きにも技にも意志が感じられない。俺たちが戦っているのはムンバたちじゃない、別の何かだ。よく気づきましたね。その通り、基礎教育を施されていないがゆえ精神は不安定になる。それを補うのがこの調べ。送り人は兵士たちに安らぎを与え、希望を見出させてきました。私はそこに着目し実践した。お前、送り人の調べを。彼らをご覧なさい。精神の不安定さは解消され、本能のままに行動できるようになった。確かに意思こそありませんが、そんなものは障害にしかならない。ひどい。許さない。みやびを、私たち送り人の調べをこんなことのために利用するなんて。いい調べだね、クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれはとてもいいよ、とても素敵だ。本当に？前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない、調べに乗せる思いさ。思い？乗せれば届くんだ。見ろ、思いだ。思い？送り人がこれまでやってきたこと、ただそれを奏でるだけでいい。彼女だって送り人なら必ず届く。そうだね、これまで通りの
私たちの。ああ分かったわ。先に出るから合わせて。ノア、ミオ、何を。あいつら粋なことするじゃないか。え、やる価値があるかもって言ってんの。守るよ、二人を。ランツ、セナ、オーザ、任せて。なんと。みやび、聞こえる？私だよ、ミオだよ。覚えてる？初めて私に送り人の務めを教えてくれたあの日、高く高く命が空へと光が舞ったあの日、あの日からずっと私奏でてきたよ、あなたから渡されたこの調べを。みやび、私に命を届けてくれた人、今度は私が届ける番よ。助けて。待ってて、みやび、今届けるから。全て溶けてなくなっているはず。ワイ、送り人の調べは単なる音符の羅列じゃない。それは奏でるものと奏でられるものとの思いが形になったもの。私はミヤビから受け継いだ思いを形にしてただ語りかけただけ。ありえない。 Z の断りを超えるなんて。ウロボロスにそのような力はないはず。水の剣、あれが手を貸したとでも言うのですか。ならば確かめねばなりませんね。来たよ、メビウス。今度はヤツか。剣ってやつよりでけえ。なんてでかさだ。ノア、ミオ、ヤツを。ああ、ヤツを倒してこのコロニーを解放する。命の火の刑から解放されたあなた方、私のメビウスの力は意味をなさない。ゆえに私のこの全身全霊全肉体をもって叩きのめして差し上げます。さあさあさあ、始まりですよ。みやびの状況を奪って無理やり戦わせるなんて絶対に許さないから。この姿、ミオ、頼んだ。ここからは私。やばい、敵が離れちまった。私が相手だ。いいぜ、もっとよこしな。やばい、相手が離れちまった。
させるとは、なんとも素晴らしいきらめきです。その輝きでもって私を、この世界を、もっともっと照らしてみせてください。楽しみにしてますよ。見出したか。みやびちゃん、ずっとずっと聞こえていたよ。ミオの奏でる調べ、あの日からずっと。うん、みやびのおかげで私、たくさんの人の思いをたくさんの人に届けることができた。これからだってもっともっと。素敵な調べだったね、ミオと。そしてノアだ。初めましてかな。インタリンクで何度も会ってるけど。ノア君、とても素敵だったよ、君の調べ。これのおかげさ。君が持っていて。あ、ごめん。大丈夫、綺麗に洗って返すから。バカ、そういうこと言ってるんじゃないの。バカってね。私からミオへ、ミオから君へ、思いは渡っていくもの。君の本当の思いを果たすまでそばに置いてあげてね。わかった。そういうことならこれからも喜んで使わせてもらうよ。よろしくね、ミオ。え？誰よりも素敵な送り人になれたね。まだまだこれからだけど、自信はあるんだ。一人じゃないから。私もいいかな。もちろん。おかえり、みやび。おかえりなさい。ただいま、ミオ、セナ。
るみたい。名前外してもいいよね。確かに覚えたよ。私がみんなを守る。手負いか？メイク！無駄な抵抗はよせ。すでに勝敗は決している。おとなしく投降せよ。くどい。このカムナビ、敵の思い通りにはならぬ。あなたの敵はもういないよ。お主は急に感情が戻って混乱してるんだよね。驚かせてごめんなさい。皆さんも武器を収めてください。ミオちゃん大丈夫。カムナビは無防備な相手を攻撃しない。なぜそう言い切れる？あなたの戦道はそんなところにないと思うから。大した度胸だ。俺に用があるのだろ？話を聞こう。結論から言おう。僕たちとシティへ来てほしい。シティ？どこのコロニーだ？コロニーっていうか、なんていうか特別な場所だ。ここよりは安全を保証できる。もちろん不当に拘束したり何かを強要する意図はない。ではなぜ俺に関わる？お主たちの望みは何だ？あなたがあなたらしく生きること。俺らしく？思うまま生きるという道を俺たちに教えてくれた人がいた。だからあなたには自由であってほしいんだ。自由？カムナビ！気にするな。少しうずいただけだ。もしかしてまだミヤビちゃんの影響が？いや、これは生まれつきだ。見えぬということ以外大事はない。王と戦った時のかもしれない。あの痛みと引き換えにカムナビは自由を勝ち得た。もしかしたら今も。先ほどの話だが、一つ条件がある。あの者たちにも俺と同じ待遇を約束してくれ。元よりそのつもりだ。安心してくれ。感謝する。たとえどんな状況であろうと、寛容なのは今。どう生きるか。彼らもじきにそう気づく。俺は進むべき道、我が戦道を見つけたい。労働しよう、そのシティとやらに。ありがとう、歓迎するよ。ところでカムナビは高いところは大丈夫？どういう意味だ？
驚くかもしれないから先に言っておこうと思って。ん？すぐにわかる。準備ができたら声をかけるよ。わかった。心して待とう。気候の日時計。別のところに向かおう。皮肉だけど、みやびが今ここにいるのはこれのおかげなのね。名前、確かに覚えたよ。冷静沈着、単線不動。大丈夫だよ、もう着いたから。高いの苦手だったのか。鉄巨神はガンガン乗り回してたのにな。それなんだけどさ、昔の話すんのやめね。あいつただでさえ10期で生まれてるしさ、今に集中したいじゃん、きっと。どうした？いや、ユウにはいいやつだなって。はあ？なんだよ急に。おい、トラビス。会えてよかった。実は厄介なことが起きて。おっと、ボスには内密に頼むぞ。俺の言及がかかってる。前置き長えっての。で、何があったって？ゆりかごの一つが何者かによって開けられた。侵入者か。わからん。そういった形跡はなかった。目覚めた兵士も消えちまってな。お前たちも知ってる。ああ、あれだ、ほら、あの銀髪の。まさかエセル？そう、エセル。なんでこう次から次へとって愚痴ってる場合じゃないんだが。そういう事情であれば俺も手を貸そう。どこを探せばいい？どうした？親切だなってびっくりして。俺もゆりかごから出たばかりだ。これも何かの縁だろう。そのエセルという兵も途方に暮れているかもしれん。思い出したわけじゃない。それにお主。ん？俺？やけにくたびれている。あまり無理をしない方がいい。おいおいおい、若さ自慢か。泣くぞ。あ、悪い、あいつ生まれたばっかで。とにかく
った。シティに出入りできる奴は限られる。今まで不審な動きがないなら、犯人もエセルもここのどっかにいるはずだ。ああ、まずはモジュール格納庫で手がかりを探そう。頼んだぜ若者。その間こっちは報告にあったお仲間を引き受ける。ムンバとハクトどうなるの？まだ本調子じゃないんだろう。異常がないか検査して、そっからはまあ経過観察か。どっちにしろうちの預かりになる。皆のことよろしく頼む。おーおお、任せとけ。俺は作戦司令室にいる。進展があったら知らせてくれ。このような高所でさぞ心細いだろう。ああ、うん、まあそうかもな。関係が変わったみたいだ。本当に空っぽだ。確かにエセルのモジュールだが、犯人はなぜ彼女と捕まえりゃわかる。バッチリ痕跡も残してくれてるしな。足跡があちこちに。慌て、エセルのじゃないよね。だとすると行けばわかるさ。それに遠くへは行けないはずだ。とにかく追ってみよう。履物で歩き回るとは無礼なやつ。怒るとこそこなんだ。こいつを使わせてもらおう。
はあ、どうしたらいいの？ちょっといいかな。うん、ごめんなさい、もう。まだ何も言ってねえぞ。言われなくてもわかるも、悪い子のすみみを探しに来たも、迷惑かけるつもりはなかったも、すみみはただガチのかくれんぼを堪能したかったも。かくれんぼとは何だ？いけないところにあえて隠れる究極の遊びも。あえて金を犯していると？もう怖い顔しないでほしい。もう、ではなぜゆりかごを開けた？パネルに乗ったら開いちゃっただけも。そしたら女の子が起きて、本当にごめんなさい。もう分かったから涙を拭け。腹までびしょびしょではないか。それでどうなった？目覚めた兵士と一緒ではないのか？怖くなってスミミは逃げてしまったもん。けどどこに行ったかは大体わかるもん。確かセントル大通りの方も。大前磁石、商用不悪。どうかしたの？気にしないで。ちょっとその落ち着こうとしてるだけだから。今の話トラビスに知らせたよ。ガチで怒られるわ。大事にはしないはずだけど、ちゃんと反省しないとダメだよ。もスミミはトラビスに任せて、俺たちはエセルを追いかけよう。あの容姿だ。セントル大通りの人が何か見てるかもしれない。そうだな。うん、行くとしよう。名前確かに覚えたよ。と、かなり効いた。まだ足がふらつく。無理しないでね。危ないところは私が見るから。よっ、エセル。随分と無茶をする。お主、怪我はないか？お主、どこかで。どうかしたのか？いや、見えぬというだけだ。それより、カムナビ、グレンのカムナビ。エセル、わかるのか？私はどこかに行かねばと。どうして？無理しないで、ゆっくり見つけていこう。私たちも一緒にいるから。問題はこれからどうするかだが。シティにかくまうしかなくね。一気じゃまだ戦えねえし。お主はそれでいい？わからない。提案があるのだが、しばらく俺に彼女を任せてもらうことはできないか？それってエセルの面倒を見るってこと？自身の道行きを定められるまででいい。彼女には自由でいてほしい。なぜかは分からぬが。とにかく一度トラビスに相談してみよう。シティのことは
俺たちの一存じゃ決められない。トラビス、またくたびれてしまうな。あれはくたびれてるわけじゃ。まあまあいいか。とにかくそれあいつに言うなよ。結構気にしてんだ。わかった、心に留めておこう。予想外の展開になってきたな。確かに覚えてよ。路頭に迷った者を一人にはできん。責任は俺が持とう。いろんな場所へ行ったよな。まあ事情は分かったが、あんたに子育てができんのか？子育てとは何だ？要するにこの嬢ちゃんを責任持って育てられんのかってことだ。嬢ちゃんではない、私の名はエセルだ。心折れそう。承諾してくれるならシティのために力を貸そう。至らぬ点もあるかと思うが、任された任務は必ずこなす。私も手伝う。ふん？お主は戦えないだろう。だがカムナビの目にはなれる。お前に見えないものは私が見よう。まったく困ったやつだ。困るよ本当。少しは話を聞いてくれ。やっぱり難しいかな。俺の権限じゃ何とも言えん。そうか、モニカに相談してみるよ。ああ、よしよし、わかった、こうしよう。エセルを任せる代わりにカムナビには戦力面で協力してもらう。それでいいだろう？なあ。そんなにモニカが怖いのか？怖い。だがそういう理由で隠そうとしてるんじゃないぞ。あの人は背負うもんが多すぎる。休めっつっても聞きゃしねえしな。だったら俺はせめてその荷を軽くしたいって思うのさ。トラビスの戦道は険しいのだな。その心配り決して忘れぬ。なあ、どうせなら100倍にしてくれよ。がめついぞトラビス。呼び捨てかよ。せめてトラビス副官にしてくれ。お主たちにもいろいろと世話になってしまった。気にしないで。そうはいかん。特に太陽、俺らしく生きろと言ってくれたな。まだ答えはわからんが、そうありたいと今は思える。そして気づけたことを嬉しく思う。俺に炎を灯してくれたのは貴殿だ。ありがとう。太陽？いや、こんな話をする日が来るとは想像もしていなかったから。未来とはわからないものだな。うん、そうだね。きっと見つかるはずだ、カムナビとエセルらしい道が。ああ、それまではこのカムナビ、お主たちとシティのため戦おう。エセルは俺が見ている。心配は無用だ。関係が変わったみたいだ。
関係が変わったみたいだ。せっかく来たのだ。トラビスの顔を見ていかないか。なんだかんだうまくやってんのな。お前たち、あとは待つだけだ。冥国碑と言ったか。心を鎮め語らう場所と聞いた。名前、確かに覚えたよ。こいつを使わせてもらおう。別のところに向かおう。
ミオ、救うことができてよかったな。へぇ、うん、こんなところが。みんな、ありがとう。さあ、天空の砦に行きましょう。この感じ、エーテルか。手に入れたぞ。いいんだろ。なあって。なあに？お前さ、あんだろ、Mの記憶。ユウに、なんでここへ？いいから。あるけど、なんで？教えてくれよ。だから何を？
女王とメビウスについてさ、詳しいこと。女王とメビウス？メビウスとの関係とか秘密とか居場所とか。抜け駆けは許さねえぞ。ランツ？俺たちだって知りたいぜ。なあ。まあ確かに。しかし。うん。ミオちゃん、本当に大事なら全部話してくれるもの。話さないってことはあるんだろ、理由。うん。女王については私の口からじゃなく本人から聞くのが一番だと思う。 M の知らないこともたくさんあるもの。チュ、なんだよ、お預けってこと？まあそうなるかな。なんかつっりーな。愚痴らない、私だって同じなんだからね。わかったよ、しゃあないな。会った時の楽しみにとっとくとすっか。なあ、あれって透過物資だよな。ミオ、まだつかないのか？もうちょっと、頑張って。ところがね。ここが目的地？何にもないですもん。本当にここで合ってるのかも。大丈夫、見てて。隠れてたなんて。あそこに女王様が眠ってるのね。ええ、あの頂上部に。よし行こう。あと少しだ、あと少しでメビウスの支配から世界を取り戻す方法わかるかもしれない。ここもきっちり探索しないとな。最近度肝を抜かされてばっかだな。まるで空を歩いてるみてえだ。よそ見してると落ちるよ。実際に目にするのとでは違うな。やっと着いた。これが天空の砦か。荘厳だな。
場所だな。ここに女王様がいるのか。よそ見して落ちるなよ。もうすぐ本物の女王様に会えるのかな。少し緊張するな。どうしたんだよ体温。もしかして緊張してるのか。ここか。ええ、この世界手放すわけにはいかないからね。ヨラン、てめえらいつの間に。間抜けすぎんだろ。そいつの半分はメビウスだ。探知することは造作もねえ。それとも M を退けたからって調子こいてたのか。まあ、おかげでめんどくせえやつも始末できた。 Z の命令も果たせたってわけだ。そういうことか。ヨラン、お前本気なのか。本気って。本気でそいつと、本気で女王を。当たり前でしょ。僕はメビウスなんだ。あの時君たちを超えたヨランなんだから。あの時か。そう、あの時だ。なんであの時俺の身代わりになった。俺なんか無視して逃げていれば。なんでって言われてもな。どっかに昔の記憶が残ってて、代わりに死ねば喜んでくれるかなって思っちゃったのかもな。昔の記憶。それしかできなかったから僕。いいよね、ランツは。ランツなんだから。俺がいい。何にもできない人生ってきついよ。そういう思いしてみないとわかんないだろうな。あ、そうだ、僕とインタリンクしてみるってのはどう。絶望するよ、僕自身に。メビウスってさ、なると以前の自分の記憶が蘇るって知ってた。いろんな僕を見られたよ。まあ大体はいつも同じ結末さ。
お荷物はお荷物。僕は僕でしかないんだよ。それはただの巡り合わせだ。俺たちは違う。そうだ、俺たちは、俺はお前のこと本当にすげえって。もういい加減うんざりだったんだよね。でもあの時僕は君たちを超えられた。ここにいられるこの高鳴りだから今は最高さ。
君たちは強くていいな。僕はね、地べたを這いずり回るミミズさ。空を飛ぶことに憧れて、来る日も来る日も大空を自由に飛ぶ鳥を見上げているミミズなんだ。ヨラン、お前何を。君たちの言っていることは、その鳥がミミズさんだって大地を耕しているじゃないか。それは世界にとってとっても大事なことなんだよって言ってるのと同じなんだよ。それじゃダメなのかよ。僕は翼が欲しいんだ。称賛という名の風を受けて大空を自由に飛ぶ翼が。鳥にはミミズの気持ちなんて分かりっこないんだよ。ヨラン、本当にそれが君の気持ちなのか。称賛を受けたくて君は。当然じゃないか。だから僕はメビウスになったんだ。憧れの存在になるために。これお前か。全然似てねえじゃん。うん、でもね、いつかそんな風になりたいなって。ダメかな。嘘だ。自分を偽って憧れの存在になって、それで満足か。君の心は本当に満たされるのか。確かに俺たちは鳥かもしれない。でもそれは強さなんかじゃない。選べないだけなんだ。選べない。俺たちのいる世界がこんなだから。世界は俺たちに一つの姿しか許しちゃくれない。変えなくちゃならないんだ、弱い俺たちのために。弱い？ノアたちが。あの時笑っただろ。ああ、笑ったともさ。君たちを超えた瞬間だからね。あれは勝利の笑。違うだろ。あの時の君は、あれは本当の君だ。俺たちのヨランだ。何をバカな。慣れたんだよヨラン。君は本当の鳥に。ヨラン、お前の死で俺は変われた。戦いが全てじゃない。選び方一つでいろんな俺になれるって学べた。俺、お前に感謝してるんだぜ。ヨランだって同じだろ。もしヨランも選べたなら、それが許される世界だったなら、そういう世界を私たちは作りたい。取り戻したいの。メビウスになったのなら、もっと他の思い出もあったはず。どんな小さなことでもいい、思い出して。俺、いろんな死を見てきた。価値観と出会ってきた。だから言える。ヨラン、君は一つじゃない。うん。お前がいてくれたから俺は限られたこの10年を生き抜く意志が持てたんだ。だから行こうヨラン。私たちと一緒に。そっちに行っちゃいけないよ。あれも僕だから。あの時体が勝手に。ほんと使えねえやつだぜ。
インタリンクか。これではヨランを。クソ野郎が。ディー、お前。夢見るだろう。死ぬ夢、殺される夢。まあ大抵は起きたら忘れてるからな。普通実害はない。たださ、それ事実なんだよな。事実だったら何だってんだ。過去は過去、今は今だろうが。まあ聞けや。夢ってのは過去の強烈な記憶がわずかに残ってて再生されても消えない、なんつうか、まあ不具合みたいなもんだね。だがな、メビウスは違う。こいつが言ったように、メビウスってのはな、なったその瞬間から過去の全ての記憶が蘇るんだ。最高だな。この前な、コレクションを保管してた鉄巨神に行ってみたんだ。コレクションだと？やってみて、逃がさない。
の力だ。ここからは遊びじゃ済まないから。そんな作戦でどうかな。超えてきたぞ。
るわけがねえ。メビウスの D だぞ。黒煙のディルク様だぞ。その俺がこんな葉っぱもんどもに。黒煙のディルク知ってるのか。教本で読んだことがある。遥か昔アグネスにいたという強兵士、ブレードでは命を奪わず、鍵爪状の実験で敵の首をはね持ち帰りコレクションしていたという。それがあいつの正体。てめえが原因か。ジェイ、何やってやがんだ。てめえから力が来なけりゃ勝てねえだろうがよ。このお荷物がさっさとよこしやがれ。お荷物。ああそうだよ、だからよこしゃいいんだこの俺に。慣れたんだよヒョラン、君は本当の鳥に。だから言える、ヨラン、君は一つじゃない。もう一つの僕。これは。この力さえありゃあんな連中。マジオンだ、こんだけあいつらも。おい聞いてんのか。黒い霧、やっぱりまさかヨランか。やめろヨラン、それ以上やったら君は。体の自由が。やめろ、君イートリング解除だ。とっとと解除しやがれ。ダメだよ、決めたんだ、僕は選ぶ、もう一つの僕を。ヨラン、これが僕だ。だよねノア、ユーニ、ランツ。ジュー、やめろ。ここで消えたら俺は野郎、人に気を使いすぎなんだよ。お前はもっと自由に好きにしてよかったんだぜ。そんなことする余裕もないくらいの剣幕だったくせに。違いねえ、すまなかったなヨラン。もしまた会えたら、ああ次こそ勝とうな。
ヨランだったな。ああ、ヨランだ。あいつ全然変わってなかった。でもこれはダメだよ。こんな悲しい選択は絶対にダメだ。ああ、だから俺たちは進まなきゃならない。だけど、どうしよう。女王様死んじゃったよ。どうしようって、どうにもなんねえだろう。これでは世界を取り戻す方法が。ですもん。ごめんなさい。私の半分はメビウス。もっと気をつけていればこんなことには。あの野郎、思いっきりぶっ刺しやがって。あと2セテリずれてたらやばかった。あなたたちは。バカな。確かに心臓を刺し貫かれていたはず。血だってあんなに出てたのに。でも、でも生きてる、生きてるよ。ああ、あなたは。よかった、叶ったのですね、女王陛下。私の名前はニア、アイオニオンの片翼、アグヌスの女王です。N と M、 もう一人の私たち。私たちは何なのか、なぜ私たちが存在するのか、その答えは彼女の思いとともにここにある。必ず届けてみせる、彼に私たちの思いを。交わりの日まであと300日、間に合いそうだな。ええ、私たちは互いの英知を結集してあれを作った。二つの世界が交わる時に備えて。私たちの全てがあそこにある。記憶も魂も。私たちは消え、そして生まれる。それが終焉なのか始まりなのか、誰にもわからない。時が決めてくれるでしょう、私たちのこの行いの真の意味を。
遥かな昔、もともとは一つであった世界が二つに分かれました。生と負、同じ姿でありながら相反する性質を持った二つの世界に、互いを知ることなく二つの世界はそれぞれの未来へ向かうはずだった。ですが世界は互いを求めてしまった。存在の孤独がゆえに再び一つに戻ろうと。それは破滅を意味していた。相反する性質の世界は交わることで全てを消滅させてしまう。光だけを残して。そう、光だけが私たちに残された最後の共通の言葉でした。異なる世界にありながら私たちは光を使い言葉を交わしたのです。世界の消滅を回避する手段を模索するために。やがて互いの英知が一つの希望を生み出しました。オリジン、世界に存在する全ての情報を光となった言葉を記憶する、未来へと渡りゆく希望の船。オリジンは消滅した世界を再生させるシステムだったのです。そしてその時は訪れた。世界の再生は行われなかった。世界はその瞬間静止してしまったのです。ゼットラ・メビウスによって。メビウスが。中でもゼットはメビウスを滑るメビウス、世界そのものと言って良い存在なのです。世界を静止させて何をしようとしたんだ。何も、何もする必要はなかった。ただただ世界をその場その時にとどめ、閉じた時間の中を永遠に漂うことが彼らの願いだった。俺たちの命を糧にして。その通りです。 Z はオリジンを掌握するためにケベスの女王を捕らえました。なぜです。オリジンの記憶に触れ、思うがままにするには創造者だけが持つ鍵が必要だったから。鍵？心と言ってもよいでしょう。 Z はケベスの女王の持つ鍵を使い、オリジンの全てを掌握した。オリジンの掌握は世界の掌握と同じ、世界に枷をはめ断りを自由にできる。生も死も思い通りに。生と死。これが M も知らなかったこの世界の成り立ちです。もしかして鍵はあなたも。ええ、私も持っています。その鍵によって生み出されたのがウロボロスストーンなのですから。あ、 Z に支配されたとはいえわずかですが、私も抵抗することができた。歯車？オリジンの歯車です。オリジンを構成する物質と私のこの胸のコアクリスタルとが触れ合うことでウロボロスストーンは作られます。これのおかげで俺たちはウロボロスに。ですが完全ではありません。え？あなたたちはメビウスの力に屈したことがあったのでは？先ほども言ったように、世の断りは Z のもの、私の力も限定的なものに過ぎない。でもあなたたちは Z によってはめられた枷を、断りを打ち破ることができた。ウロボロスの力と対の剣とを重ねることで。
これが対の剣。対の剣はケベスの女王の心とオリジンの物質が触れ合いなったもの。ということはウロボロスストーンと同じ。ウロボロスストーンも対の剣も単なるきっかけです。本質はあなたたち自身、鍵はあなたたちのうちにもあるのです。俺たちのうちに。ようやく思いが報われました。こうしてあなたたちという希望と出会うことができた。ジョー、俺たちがすべきことは。ええ、オリジンへと赴き、ケベスの女王とオリジンをZのメビウスの手から解放すること。解放できれば世界を変えられますか？この理不尽な世界を消し去れますか？女王様、あなたたちが未来を望むのならば。あなたから聞きたい、 Z たちメビウスは倒すべき相手なのか？ノア、それはあなたたち自身が決めてください。直接対峙し、彼らが何たるかを見極めた上で。わかった。こちらへ。交友関係が広がったね。あれを、あの大会の渦の底にオリジンはあります。なんだって？何人も寄せつけないあの海の底で Z は世界を支配しているのです。ということはケベスの女王様もまたあそこに？なんてこった。ケベスの女王を助けるにしたってどうやってあそこまで行けってんだよ。近づいただけでバラバラになっちまうぜ。けどさ、女王様なら知ってんだろ行く方法。なんたってそのオリジンとやらを作った張本人なんだから。さあ、私にもわかりません。女王様だろ、そんなこともわからないのか？マジかよ。なんということだ。僕は失望を禁じ得ない。そんなこと言われたってさ。君たち、ちょっと言い過ぎ。ん？待てよ。ん？ミオ、お前さん、メビウスの力使えたよな。だったらいけんじゃねえか。ビュンってさ、いつもやってたろあいつら。それが。どうした？今は使えないんだ、メビウスの力。はい？気づいたのはキャスルを解放してからすぐ。自分でもなぜかわからないの、急にだったから。はあ、もしかして女王に直接聞けってそういう。ごめんユーニー。お前、おそらく Z でしょう。え？メビウスの力も断りという流れのうちにあります。何を許可し何を許可しないかは Z の思惑次第。オリジンについても存在を知るメビウスは限られるのですから。ウロボロスの力は使えたのに。今のあなたたちの力はいわば流れの外の力。 Z といえど外の力に手は出せません。
だからこその希望なのです。しかし参ったな。場所が分かっても行く方法が分からないんじゃな。問題はあの渦か。あ、サモンさん。サモンさんってあのシティにいたノポン？うん、言ってなかったか、大海の渦を突破できる船のこと。究極の船？そうも、大海の渦だろうとものともしないで突き進む、いまだかつてないすんごい船も。まだ建造途中だけど、いつか必ず完成させてみせるも。男の夢も。確かに言ってた、渦を突破できる船があるとかなんとか。いや、船作ってるところだろ。設計している途中じゃなかったか。とにかくサモンさんは船について熱く語ってた。ってことはオリジンに行く方法あるね。行こう、シティに。ああ、希望が見えてきたぜ。ここまで来た甲斐あったね。急ごう、メビウスたちがこのまま生還するとは思えない。だな。ジョー様。え？ありがとう、なんとかなりそうだ。おう。なるほどな、事情は分かった。サモンならいつもの調子で整備区に引きこもってるはずだ。そっちに迎えを出すから行ってみるといい。ありがとう、砦を出たところで待ってるよ。一旦シティに戻るんだよな。ああ、トラビスが入り口に迎えをよこしてくれてる。入り口の階段ってすごく長いよね。いいこと思いついちゃった。筋トレに使えるってか。
せっかくだ、回収していこうぜ。シティのみんな、本当に無事でよかった。ああ、ほっとしたよ。な！ああ、あの船のことかも。あれだったら、第三ドックに隠してるも。本当か？見たいも？もちろん。わかったも。じゃあ一緒に港へ行くも。そういえば、女心とは何だ？道場殿に叱られ、コンテナだって、マジかよ。すぐそこにあるってのに。これが大
海の渦でも突破できる船。すっげえ、もう完成してたのか。今まで乗ったのとはまるで違うね。より洗練されているというか、絵も言われぬ力強さを感じるな。何適当なこと言ってるも、それ側だけも。側だけ？肝心のエンジンがまだできてないも。エンジンのない船なんて、アマーマウインナーの入ってないバスティールみたいなものも。それはいけませんも。バスティールにアマーマウインナーは不可欠ですも。サモンさん、エンジンがまだって。正確にはエンジンのコアパーツも。材料にこいつがあと6個必要なんだけども、残念ながらここにはこれしかないも。あの金属ってノアの剣と同じやつだよね。ああ、間違いない。こいつはロストナンバーズの眼帯に入っている金属と同じものも。眼帯がメビウスの索敵を阻害するのは知ってるも。ああ、モニカから聞いている。眼帯からは特殊な電波が生じているも。その発生源を示したのがこれも。地図上の交点の場所にこの金属があるんだけども、サモンにはとてもいけっこない恐ろしい場所ばかりも。眼帯の金属は使えないんですか？あれはロストナンバーズの重要装備だからダメも。そもそも薄い白杖に伸ばして使ってるから、全部集めたとしても足りないも。そうなんだ。ミオ、この場所。うん、天空の砦、女王様の持ってたあれだね。サモンさん、そいつがあと6個あったら船は完成するんだよな。もちろんも。渦だろうがなんだろうが、ものともしないパワーと防御力の船が完成するも。完成までどのくらいかかる？3日もあれば余裕も。ずいぶんと早いな。まあ早いに越したことはない。よし、じゃあ行くか。ああ、サモンさん、そいつの確保俺たちに任せてくれ。も？実際に目にするのとでは違う。ナウナ、こんなに早く。
女王様に会いに行くことになるなんてね。こんなに早く女王様に会いに行くことになるなんてね。え？なんでまたここに？シルベになるなんて。ウロボロスや対の剣だって俺たちを導いてくれたんだ。驚きはしないよ。わかりました。そういうことでしたら喜んで託しましょう。本当はわかっていたんですよね、私たちがまたここに来るって。未来は私たちの手で紡がないといけない。そうなんでしょ？もちろんです。未来は誰かに与えられるものではない、あなたたち自身の手で紡ぐものなのですから。まずは一つ目、残り5つか。幸先はいいな。ああ悪かね。この調子で次急ごうぜ。ありがとう女王様、この歯車決して無駄にはしないよ。お待ちなさい。船が完成したとしてどうやってオリジンへ？それは大海の渦を突破して。突破した後はオリジンは全体が強固な外郭で守られています。船着き場でもあると。あるわけはないか。そもそもオリジンがどのような構造になっているのか僕らは知らない。これをこれは、これがオリジン？アグヌス側でのオリジンの建造にはあるノポンの技師が関わっていました。そのものが残した最初期の設計図です。大海の渦はおそらくこの中央部分から発生する力場と周囲を取り囲む構造体の相乗効果によって生み出されているものと思われます。この構造体の本来の目的はパンスタシス空間の発生時に本体を保護するフィールドを展開させる装置。故にこの中央部分は強固な外郭を持たずオリジン唯一の弱点とも言えます。つまりここからなら内部へと入れる。渦へと突入しその流れを利用して一気にその内側へ。内側へと入ったら中心にある力場の発生器を破壊する。そうすれば。なるほど。ですがオリジン内部の構造は Z によってかなり改変されているはず。無事入れたからといって油断は禁物です。わかってる、それは覚悟の上さ。しかしさすがは女王様だな、そんなことまで知ってたなんて。びっくりだよ。まったくだ、僕は感動を禁じ得ない。君たちこの前と態度変わりすぎ。そういえば M と出会った後ずっとここで眠られていたんですよね。ええ。どうして私たちがウロボロスになったことを？キャッスルでの出来事もご存知みたいだったし。眠っていてもここには世界で起こる全ての情報が集まってきますから。本当にありがとう
ジョー様、俺たちの手で必ずやり遂げてみせるよ。オリジンの金属の反応はこの辺りだ。ここから珍しいものがあったぜ。3号落としたな。それ。Thank you.
これって珍しいもの？それ。オリジンの金属の反応はこの辺りから発生している。金属の反応はこの辺りからしてるね。周囲をくまなく探索しよう。Thank you.
スラスターエッジ。逆から来ろ。私に任せな。素直に感心したい。デトレーション。ゲット。こんなに。やってやろうぜ。ドラゴンテン。エクスプルードフォー。私はまだこんなもんじゃねえ。ここで決めよう。ドラゴンテン。まだこんなもんじゃねえ。黙りの力技も悪くないからよ。オリジンの金属の反応はこの辺りだよな。探すの、板についてきた気がするね。
おめでとう。君は無事成人の日を迎えることができた。だがこのままではいかん。君たちの命は戦場に散ってこそ輝くのだから。何の真似だ、クリス軍務長。ブレイドをお納めください、執政官殿。貴様、この者の輝きを奪うつもりか。命を奪う必要はないと申しているのです。極限まであと少し。彼の輝きは彼自身が誰よりも知っている。あなたの行為では輝かない、決して。貴様、良いではありませんか、V。M、なぜここに。その時が訪れた者には相応の姿を与えてはいかがですか。何よバカな。それでは命の輪に帰らぬではないか。お、 Z も望んでいることです。 Z が、そんなはずは。承知した、貴殿の好きにするがいい。私に送らせてください。いい調べだね、クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれはとてもいいよ、とても素敵だ。本当に？前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない、調べに乗せる思いさ。思い？乗せれば届くんだ。姿なき者たち、女王の目覚めに呼応するか。ついの剣、あの日世界に散ったオリジンの残滓、まだ残っていたとはな。
あれはもはや流れの外のもの。我々に御す術はありません。赴くか。いえ、その必要はないでしょう。彼の方から来る。必ず私に思いを届けに。ここはキャッスルの中じゃないね。この位置ってガーディン貿易地。貿易地って？後方のキャッスルを守る要衝、新兵の訓練なんかもここで行われるんだ。よかった。またあそこに戻るのかって少し不安だったんだ。とはいえ場所が場所だ。正面から乗り込めば戦闘は避けられない。まずは近くまで行って様子を見よう。オリジンの金属が埋まってたとこにターキンの羽もあったわね。ターキンが埋めたってのか。面倒なことしやがれ。